まあ、形は見ての通りの、まあ、スーパーカーの形してるんですけども、まあ、日本のドームというコンストラクターですね、これは F3000 っていうレーシングマシンを作ってる会社なんですけども、かつてルマンにも出たグループ C カーを作ったこともあります。その会社がそれまでのレーシングカーのノウハウを蓄積したノウハウで、まあ、レースにもそのまま使えるスーパーカーという発想のもとに、まあ、作られた車で、まあ、モノコックはカーボン製のフルモノコック、それからサスペンションもグループ C カーっていうレースで使えるもの、それからエンジンはですね、JAD の V10 という F1 のエンジンをそのまま乗せてしまったという、まあ市販車というよりもほとんどレーシングカーに近いコンセプトを持った、スーパーカーだと言えると思います。この車が搭載しているのは JAD の V10 という、まあ、F1 で使われていたエンジンなんですけども、そもそも JAD っていう会社はですね、イギリスにある、まあ、レーシングカーのエンジンを作っている専門の会社なんですね。で、ジョン・ジャッドっていう、まあ、オーナーがいるんですけども、まあ、昔は F3 とかですね、F2、 それから F3000 で最終的に F1 の V10 エンジンまで作ったという人です。僕が91年の割に F1 でブラバムで行くっていう話をした頃に、やはりこの JAD の V10 エンジンを積んでる車でして、イギリス の JAD の工場まで行ってみてきたんですけども、それほど大きな工場じゃないし、まあ、どちらかっていうとその職人かたぎのおじさんがコツコツとエンジンを作るっていう、そういう雰囲気の会社でして、まあ、最近日本でおなじみなのはマツダがルマンで24時間で4位に入賞した時にこのエンジンを改良して使ったということがあります。一番、まあ、実績と規模の大きな、
レーシングカーのコンストラクターとして非常に有名でして、F3000 では絶えず上位に入賞して優勝も何度もしてますし、非常にヨーロッパ の, そのローラとかですね、レイなどといったあの非常にトレンディーなシャーシに対抗することができる唯一の、国産のコンストラクターだったわけなんですが、他にもこういった特別な車をですね、数多く作り上げて、ルマンに出したグループ C カーなんかも作ってます。特にその特徴的なのは、風洞実験装置を、自社内に完備してまして、非常に空力的な優れたあのボディを持った車が数多く世の中に出されています。
キャスピタでワインディングロードを走るの初めてなんですけども、まあ、やはり思った通り非常に性能が600馬力っていう、まあ、パワーを持ってるんで、ちょっと持て余し気味で、まあ、ローギアとそれからセカンドギアで走ってももうエンジンがストール寸前の回転数でしか走れない。でそれでいて、まあ、車速が60キロとかですね、法定速度をちょっと超えるぐらいまで出ちゃうんでね、もう全く、まあ、今日走ったワインディングがちょっとコーナーの R が小さかったんでそのせいもあるんですけども、まあ、性能の持ってる性能の10分の1も出し切れなかったっていうのが、印象です。車の好きな人だったらその F1 の V10 エンジンの音っていうのはもうすごく魅力を感じると思うんですが、この車のまあマフラーついて若干音量は落ちてますけども、まさに F1 V10 エンジンの音がそのまま生かされていると、それがまず第一番の魅力じゃないかと思いますね。それから走り出すと今度はあのグループ C カーのレーシングカーと全く同じ走行性能、500馬力以上の出力と、それから見ての通りのダウンフォースの強い車体、それからしっかりしたサスペンションですね、まさにレーシングカーと同じ乗り味ということが、
交わえるというところが魅力だと思います。フェラーリの F40 と最大の相違点はですね、 F40 はもうすでに世界中で、まあ、何百台という数は走ってると思うんですが、F40 に限らず非常にスーパーカーとしてね、何百台何千台というフェラーリが世界中で走ってる実績があって、非常にそういう意味では実用的に完成された車です。でそれに対してこのキャスピーターは、日本に1台、つまり世界に1台しかここにしかないわけですから、そういった実用面での性能っていうのはやはりまだいろいろ改良していかなきゃならない人は多いと思います。ただやはりそのジャッドの V10 エンジンですね、単純な動力性能それから走行性能という面では、F40 以上のものはあると思います。この車は非常に高度なメカニズムでできてるんで、簡単にエンジンのキーをひねってそのまま走るっていうわけにいかなくて、しっかりしたメカニックとそれからメンテナンスの体制がしっかりしてないと、走らせることもできない状況というか仕上がりなんですね。ただそれをきちっとこなした上で、走る上では非常に素晴らしい性能があって、走行性能に関して言えばF3000 のレーシングマシンよりも早いぐらいのものを持っていると思います。運転する上でも最低限やはりプロドライバーと同じぐらいの知識とか、経験っていうかね、トラブルを察知する経験とか、それからスピードはともかく速いですから、それなりの運転のキャリアっては求められると思います。だから免許があれば誰でも乗れるっていう車ではないと思いますね。
普段乗ってる F3000 のレーシングマシンとかですとね、まあ目的がレースということだけで、とてもその運転を楽しむとか、ハンドリングに堪能するっていったそういったファントゥードライブな部分ってないんですけども、まあ、この車はそういう意味では一般道も走れるし、ワインディングやあるいはサーキットとかこういったテストコースでも十分に走らせることができるんで、まあ一人の車好きとしてちゃんとメンテナンスをしたりそういう喜びも味わえるし、F1 の走行性能も味わえるということでね、非常にまあファントゥードライブな車じゃないかと思いますね。